ではこちらにて受けたまらせていただきましたので、はい、明日商品の方ご発送お待ちしておりますので、どうかよろしくお願いいたします。はい、はい、お願いします。はい、結構経験してるきついですよね。おいしょ、ちょっと射程やってきますか。ああ、きつい。石油も。きついっすガチで。先日テレアポしてた宅配買取の案件が届いたっていうことで、はい、まあ、筋トレでお疲れのとこも教えてますけど、早く動画回したいです。厳しいっすね。結構激流しててきついっすけどね。よっしゃ、ちょっと射程やっていきますか。はい、はい、お願いします。この辺全部宅配書いてる。あ、そうですね。結構あ、多分これですね。あ、これだ。あ、これ、あ、これ、ありました。よいしょ。あ、よし、じゃあここからの査定していきますか。はい、ということでですね、今送られてきたこの商品ですね、チェックしていきますね。今回は査定させていただくのがジンバル、あとこれがピアスかな、うん、ピアス、ミシン、あとこれですね、って感じになります。じゃあ早速なんですけども、査定の方していきたいと思います。ポイントをちょっとそれぞれチェックしていきますね。僕の場合はなんですけども、宅配査定するときはある程度パパッとチェックして、ジャンとかあったりするんで、まあ、ここら辺を全部写真で撮っちゃって、商品が特定できて付属品状態が分かれば査定って絶対できるんで、遠隔でもできるように僕はですね、基本まず写真を撮っておいて残しとくっていう風にやってますね。そうすることによって後でのトラブルとかにも回避できますし、実際に緊急でアポとか入ったりとかして査定今日中に返さなくちゃいけないとか逃げでもできるようになるんで、ここら辺を後で付属品とかっていうのは全部揃ってるのかみたいなところは写真撮っておいてしまいます。これ動作確認とかしないんですか？あ、動作確認ね、あの後でしといて思います。はい、ポイントなんですけど、価格によってそこら辺の強弱って多少つけた方がいいんで、単価の高いものだったら当然しっかりと動作確認した方がいいですし、単価の安いものってある程度見切れ発車じゃないですけども、そういう前提で見てやらないと効率が上がらないんで、何でもかんでも生真面目に全部動作チェックしてとか切れないと思うんですよ。動作確認だったりとかをどこまでやるのかっていうのは、その商品だったりとかお客さんだったりとか単価とかそういった部分を加味しながら自分で強弱をつけないと効率が上がらないので、そこら辺は自分なりに効率を意識して、何をしっかりと動作確認して、何をある程度手を抜くべきかみたいなのを判断しながらやるといいと思いますね。これもですね、中身だけ軽くチェックして写真撮ってきます。査定っていうと今、まあ、とりあえず中身確認してるだけっていう感じ。そうですね、中身チェックして写真撮ってるって感じですね。うん、結局付属品と状態と商品が何なのか、これだけなんですよ。この3つをチェックすればいいだけなんで、でこれとかは多分貴金属なんですよね。これピアス？ピアスですね、ピアス5点。あ、追加でできたやつ、貴金属っぽいですね。アクセサリーとかは、まあ、今回クレッセントベルトっていう多分メーカーらしいんですけど、多分そんなにこうブランド価値はないはずなんで、材質で見るしかないかと思います。後でちゃんと調べますけど、こういう貴金属系ってブランド価値があるものもあったりするんで、ネックレスとかだとブランドとして評価ができるものなのか貴金属なのかによって評価が違うんで、多分金ですねこれ。計18でした、これは。はい、まあ、こんな感じでチェックしていくっていう感じですね。真珠がついてるもうこれだと重さとか測れないんで、もう感覚っす、正直言うと。よくわかんないもの、お客さんの商品なんて取り外すわけにもいかないんで、もう貴金属の材質の重さとか測れないんですよ。そうなるともう感覚的にこれは絶対あるだろうみたいな見立てを立てて、安めにとりあえず買っとけばまあどうにかなっていうんですね。バラにならないことが大事なので、よくわかんないものは低く見るって感じです。あとはミシンですね、こんな感じですね。ミシンとか結構壊れやすかったりしてますし、あとこのまま入ってたじゃないですか、だから輸送する事故っていうこともあるんで、まあ、これはですねしっかりと動作確認しておきます。機械類はもう全部そうなんですけども、型番がどっかに記載、基本記載があります。起こりやすいミスとしては、この重機のこのシュプール25って書いてあるんですけど、シュプール25とか東芝でいうレグザとか、はい、ブラビアとかソニーでいう、こういうのってメーカーのシリーズ名みたいなところがあったりするんで、あの型番じゃなかったりするんですよ。ちゃんとその商品を特定できる型番かどうかっていうのをジャッジしてチェックした方がいいと思います。だいたい機械類とはこんな感じで TL25 とか書いてあるんですよ。はい、
この商品は重機のシュプール25っていうシリーズの中で TL25 っていうこういうモデル名なので、全体のですね写真と、まあ、状態こんな感じだろうみたいなところを撮っておいて、商品が分かって付属品が分かるようになるのかなこんな風に撮ってもらいますっていう形で、まあ、商品チェック終わったので、ここからですね実際に査定していきます。先ほどお見せした商品の査定が終わりました。見ていただければと思います。今回査定させていただいた商品っていうのはこちら上から4点になりますね。カメラの代わりに入ってたみたいですね。ああ、それか、はいはいはい。これがそんなに値段つかなそうだったんで、とりあえず1000円で査定しました。これは結構感覚で出しました。3000円ぐらいいくんじゃないかなと思ってるんですけど、一応見込み金額は入力してないです。いくらで売れるかよくわかんないので1000円で出してます。で、次ジンバルですね。ウィービルSっていうモデルですね。ここに関しては1万円見込み、もうちょっと伸びると思うんですけど、一旦まあ安めに1万で見込んで6000円の買取価格ですね。あとミシンですね。これが1万6000円見込みで1万円らしいって感じですね。あとピアス5点ですね。これに関しては3000円見込み、実際もっと全然あると思います。多分6000円から1万ぐらいいくと思うんですけど、1000円って形で出しました。で、合計で見込み金額として2万9000円に対して1万8000円の買い取り価格、送料とかも負担してるんで、大体2万円ぐらい原価かかってる感じですね。もうちょっと伸びれば伸びるかなと思ってるんですけど、まあ一旦1万円ぐらいの利益になる。原価率が 62% の4点の形ですね。宅配買い取りとかだと、原価で言うと、単価にもよるんですけど、60から70ぐらいに結構落ち着いたりとかするので、こんな感じで、まあ、査定をしていきます。こちらも一応査定結果をこれから出してですね、実際に制約できるのかどうなのか、ドキドキタイムになるんですけども、お待ちしたいと思います。これはだから、メールで査定結果を送る、はい、そうですね。うちのシステム上からメールでバンと送ると、お客さんの元に査定結果っていうのでメールが届いて、うんうん、まあ、そこの URL から開いて古物契約書のフォームになっていて、うんうん、そこにその商品の査定金額とかで問題なければお客さんの情報を入力してくださいねっていうフォームになっているので、査定結果を見たと同時にそのまま顧客情報を入力してすぐに契約できるっていう仕組みになってます。もしお客様の方でキャンセルになる場合とかだと、メールか電話でかかってきて、この商品キャンセルですとか、もう全部丸ごと返してください、とそういうふうに言われたりとかするので、査定結果送ってからドキドキタイムって感じになりますね。よっしゃ、よっしゃ、どうした、よっしゃ、どうした。前回の査定結果見事ですね。はい、制約になりました。おお。前回の査定金がそのままダイレクトにお客様から承諾されて、はい、お客様はそのまま商品情報を入力してくれたので映せないんですけども、ちょっと待ってね、うん、あ、見てください、緑のとこ契約済みって形、お客様情報を入力してくれたらこれになるんですよ。無事契約できました。このような感じで宅配査定の時の実際に送ってもらうところから、商品が届いて検品して、そこから査定金額を出して先約っていう、ちょっといいね、一連の流れをですねお見せいたしました。いかがでしたでしょうか。宅配査定で、うん、この一連の流れを世の中的に多分公開してるのって多分この動画初じゃないかなってぐらい、多分裏側めちゃくちゃ見せちゃってるので、ノウハウもクソもないかなと思うんですけど、今後宅配買取とかをこれから頑張っていきたいとか、そういった方はですね参考にしていただければな、うん、思います。僕の動画ですね、このような形で買い取りに関わること、中古業界に関わる役立つ情報とか勉強になるコンテンツとかっていうのをこれからも面白おかしくですね提供していきたいなと思ってますので、少しでもですねこの動画を見ていいなと思った方は高評価とチャンネル登録お願いします。また次回の動画もご視聴お待ちしておりますので、今回もご視聴いただきありがとうございました。